誕生日当日朝4時から一人バースデータバコを点火した53歳の佐野さん。もともとカスなんだよ俺のとこは。配信開始早々アンチコメントを読んでしまう極みがちな佐野さん。クイーンの曲を遅れて口ずさむ近頃口座がロックしないか心配な佐野さん。ミャン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 。ブロックしたくてもできないアイテムメッセージのコメントにミョンミョンする佐野さん。四つの心なむる決まったおろす。投げ銭一発目に感謝の意を表する下痢の佐野さん。フェイイエイおろす。時代にそぐわないハイテンションを演じる佐野さん。ありがとうございます。莫大な投げ銭の期待感からおのずとミョンミョンしだした佐野さん。坊ちゃん今日放送やんなかったな。午前0時を過ぎたら一番に LINE が届いた人妻坊ちゃんに依存するドリカム信者な佐野さん。坊ちゃん起こしてみようか。軽くホラーな佐野さん。うるせえよ言いそうだよ。うん、荒稼ぎっていうか別にいつも通りですよ俺は。だって昨日も12時前に配信切ってるし、あの誕生日またぎで枠とか俺やらなかったでしょ。そういうのはあんまり俺好きじゃないんですよ。多くを語らなくとも早朝から投げ銭が飛び交うことを期待する銀幕スターの佐野さん。小声で念仏を唱える霊剣2級な佐野さん。あーでもな、配信やってると、配信やってなくてもか、なんかよ日が経つのはあっという間だよな。あそう、昨日さ俺さ12時前に放送終わって自分で買っといたあんこうであんこう鍋やって食った。あんこうさばい苦しいだろう、そんぐらい知ってるよ。普通のコメントも試されていると疑っていくあんこうにも精通している佐野さん。俺はねあんこうではね好きな部位があってね、胃袋が好きなんだ。うまいよな。鳥は心残り、心臓と肝臓をつなぐ管、豚は、喉笛、喉チンコ、うなぎは、半助、頭など、通を極める、下痢の佐野さん。胃袋。通すぎて、誰もついてこれない、ぶっちぎりな佐野さん。なんか俺の放送でさがなんか有名になっちゃってごめんね。もう二度と来なくていいからありがとう。佐野は突如何の前触れもなく数少ない大一の投げ銭ファンを誕生日早朝に切った。みんな離れていく。誰が
誰わからない。離れていくやつは離れていきゃいい。残るやつは残ってんの。チームキャップ制作班の事務総長ら金銭の貸し借りが荒となり、 OSG 会員番号3番と4番も去っていった。お前は質妻のガリコガリガリのブスコしか無理やん。すごく綺麗だよな。あの髪型も変えたらだんだん綺麗になっていってんだろ。人妻坊ちゃんを微調整していくメカニックな佐野さん。ああしろこうしろ俺に陰で言ってんだけど、うん、肌綺麗なんだよ。シミが全くないんだよ。ファンデ塗らねえかな。あの子ファンデーション塗らねえんだよな。眉毛描くぐらいかな。まあここに女子いたらわかるだろうけど、めんどくせえんだって。豆な佐野さん、もっとやったら もっと良くなるのになって。だからあの人酒飲んだら顔真っ赤になるんだよ。あれね、酒飲んで真っ赤にならないのはファンデーション塗ってるから。女の配信者はわかる。おじいちゃんでもいるよね。そうでしょ、ファンデーション塗ってるやつは、女の配信者は顔が赤くなんねえんだよ。坊ちゃん塗ってねえから、すぐカーって赤くなっちゃう。だって他の女配信者はバッチリ化粧してどこにも出かけることもねえのに、なあ、べっこり化粧して頑張って配信始めて、何しにこれでどこ行くのみたいな、おい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 みたいな。ごめんね、そういうことやってる女性配信者の皆さん。お借りときます。俺も今年一通り過ごしたら大阪をさらばしようかな。どこ行く？住民税の特則を危惧し田舎暮らしを考える佐野さん。だから松本あたりがいいかなって俺思ってんだけどね。春になったらさ、吹きの塔とかさ、山人を山菜やキノコ天国に変えていく農林省な佐野さん。投げ銭が飛び始め羽ばたき出した佐野さん。決まった。 We will rock you。 だがしかし、俺なんか自分のリスナーはどこ行ったって絶対ついてくるけどね。フラットマアロナム。コラボ開始と同時にスキバヌードが消え去った53歳成り立ての佐野さん。じゃあね。まいよ。ペースを乱され、すっかり酔った佐野さん。コラボが終了しました。長かったですね。可愛い子なんだけどね。ラブリーな子だからね。じゃあ皆さんさよなら。お疲れ。